こちらには岡山の政治経済のリーダー4人の方にお越しいただいています。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。皆さんには事前に2023年の展望と抱負についてフリップにお書きいただいています。それでは岡山県の茨城知事からよろしくお願いします。はい、私は反転攻勢ということを書きました。この去年結局終わってみればコロナ対応で終始した1年だったんですけれども、一つ良かったのはこの夏の第7波、行動制限なしに乗り切ることができたということなんです。今第8波戦っている最中ですけれども、ぜひ行動制限なしでこれからの1年もう極力、コロナに制約されないこの反転攻勢の年にしたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続いて岡山市の大森市長です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私は町が動く、この年末年始も大勢の方が町に出てこられました。昨年はさまざまな民間企業の開発も動きましたし、岡山城のリニューアルもございました。今年はいよいよ劇場がオープンします。そういう意味で町が動く、より町がにぎわいを元のようにより一層活気を呈してくる、そういったことを期待しております。頑張っていきますので皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、続いて宮永雅人岡山経済同友会代表幹事です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。挑戦 DXSX と書いていただきました。今年は新たな挑戦の年にしたいというふうに思いまして、この言葉にさせていただきました。やはり前例踏襲では進歩もありませんし、新しいことにチャレンジをして失敗を恐れず前進してやり抜く、そういうことがやっぱり必要なのかなというふうに思いました。それとこの DXSX というのはそのキーワードというふうに私は思ってまして、 DX というのはデジタル技術を使って企業変革を起こすこと、それから SX というのは持続可能な企業を目指す、それも社会と共生しながら目指す、そういうことを企業の変革に取り入れましょうと、そういうことなんで、ぜひそういう変革を挑戦をしながら実現したいというふうに思っております。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、続いて梶谷俊介岡山経済同友会代表幹事です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。相互理解と書いていただきました。はい、今はですね、本当に時代の大きな変換点に来ていると思います。そして多様な人がですね活躍していくことが必要だと、そういった時にですね、やはりお互いが相互理解してこそですね、一緒により良い社会を築いていくことができるんだろうというふうに思っています。本当に相互理解というのは難しいことですけれども、これにぜひ挑戦をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にね、こう岡山全体で明るく前向きにね進んでいける一年にしていきたいなというふうに思いました。皆様本当にありがとうございました。ありがとうございました。